あった。よし。雨さっきまでえらい土砂降りでした。うわ、うるさいなこれ。よし。いくつですか？24歳ぐらい。惜しい。数字を逆転するとちょうどいいぐらいかな。着替えは、着替えはあのあたり、洗濯させてもらったんですけども、ここ洗濯機のあの、おかしいですか？絵がおかしい。襟？ああ、襟おかしかったですね。これ、冷房付き、使えるのかもしれないですけど、そう、無料で泊まらせてもらっちゃってます。一応ですね、夕食、眠気はさっき一度眠りしたんで、向こうにちょっとあとこれ GoPro でも今日は一緒に録画してみてますけどね。1000円の食事をして、と、あの、タダで泊めさせてもらってるっていうことなんですけど、あれ1000円の食事じゃないと思うんだよな。かなり旅館の普通の食事にほぼ近いような感じでしたよ。助け嵐。ほら、ご苦労さん。よし。一人で、そうですね。ミンサムネ、そうです。やばい。で、これ、今日ですね、昼間の放送で、このウェブカメラくっつけるところ、そうか、これオートフォーカスなんだ。このところが、グルーガンっていう、ホットボンドっていうやつが取れちゃって、こんな状態なんですよ。なので、違う話題を取られる？ショッカーのマーク。そっか。ちょっと待って、オートフォーカスにしとこう。上り速度いいですね、じゃない。あまり良くないか。安定してないな。で、配信。さて、じゃあこれどうやって修理するかな。だから今日宿紹介じゃなくて、修理配信なんですよ。いらっしゃいませ。そう。1000円で夕食付き。そうも、そうも取れるかな。あとはですね、温泉代は一応別なんですよ。別なんですけど300円ですからね。トータル1300円だ。よし。風呂あります。よいしょ。まあ、こうなってわけでもないんですけど、どんな感じで固定してますっていう情報として役に立つかなと思って。そうだ。じゃあ、まずは、このバイザーを外すところから、カチッと外すだけなんですけどね。今なんか、明かりが暗くなったな。これ、こんな風になってます。そう。で、このカメラ、ここにどうやってウェブカメラ固定してるかっていうのは、ウェブカメラ自身が今、放送で使ってるから見せられないんですけどね。はい。よいしょ。そう、バイザーは結構大きいですね。乾い T シャツはですね、今日洗濯機がさっき言いかけたんですけど、脱水機がですね、脱水機を回そうとした瞬間に、ピー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 って言って、脱水機の回転の軸がずれてるぜっていう警報がいきなり最初から出るんですよ。なので仕方がないから、これ絞るだけ絞って、あとタオルに巻いてゴシゴシこすって、タオルに水移して、で、そした上で、これを今体を使って乾かそうとしてるところです。偏ってる。じゃあまずは固定したい状態に、このウェブカメラの台座の先端だけを切り取ってきたやつ。そう、生乾きで来てます。いや、臭くはないよ、私は。人は臭いのかもしれないけど、私は臭くないよ。いや、細くはなってないですね。止まってるのは、いや、お客さんいますよ。あと、今日途中で一緒に走った人いたじゃないですか。ビアさんっていう風に名乗られてたかな。ツイッターアカウントまた違う名前でしたけど。なんですけど、夜と同じでしたよ。しかもビアさんの方は素泊まりで3000、VIA さんなのか。ツイッターで書いてあった VIA っていうのは名乗られてたのか。ビアっていう、フロムっていう意味になるんですけど、そう、同じ宿。で、ビアさんは、
素泊まり3500円で普通のお客さんとして泊まられてるんですけど、朝食付きで。で、私の方はライトハウスを勤めてあって、一応あの部屋に空調がついてないっていう違いはあります。ただやっぱあの、お店の人の方が気まずそうでしたね。部屋に干してます。ドライヤーか、あ、そういうのあるか。うん。違う値段のことかな。待遇はまあ一応空調がない、あるないっていうのはまあそこそこ違うかなと思うんですけどね。2号機、暑くない。ああ、ちょっと暑いですね、やっぱ。そう、おはようしたんですけど、びっくりしました。じゃあちょっと固定したい状態に。そう、明日どうするか。明日この調子で振られたらやばいですよ。さっきまであの、窓に水がなんかザーザー流れてるような状態になってたんですよ。まあ、襟につける。大丈夫かな。手袋も欠かしてます。で、カップ持ってきてます。で、バッグも防水になったから大丈夫なんですけど、まあ自転車錆びますよね。あと、扱いは一応違いますね。それが一緒だったらさすがに怒られるでしょう。じゃあちょっと、今ついてるホットボンドを剥がしてしまって、で意外とくっついてるな。まあ台座として使えばいいか。控え室に。ちょっと待って、こうして、ああ、連泊はさすがに、ライダーハウスとしての連泊はさすがに迷惑じゃないかと思うんですよね。おっと、あの、今日台車で帰ってきました、途中で。あ、こっちじゃない、こっちか。で、ビニールテープで仮止めしました。仮止めした状態で台座に流し込んでいく。普段全く鍛えてないです。本当に自転車で走らないときは何にもしてないです。何か行きますか。よいしょ。いや、そんな涼しくないですね。あと、ここはですね、サシがついてないんで、夜は明かりつけた状態だと窓開けられないんですよ。虫が来るから。よいしょ。あ、スタミナなんですよね。あー、取れた。やべ、取れた。あ、トムさんいらっしゃいませ。エポキシパテ。はい、マーク。ストッシュも何もしてないです。面白いぞ。これでいいかな。で、この状態で今、フォトボンドが全部取れた状態ですね。一応これ下の台座のところの首のところに切れ目入れて、このバイザーのところにカチッと引っかかるようにしてるんですけどね。さて、じゃあこの状態で固定できればいいんだな。いいんだなっていいんですよ。今川市、平川市ってどこでしたっけ？あ、パテじゃないです、これ。単に樹脂を溶かして流し込むタイプのやつ。で、これは特にオンオフはなくて、コンセント繋いだらすぐに温まり始めるんで、今、繋ぎました。そう、ブルーガンですね。ブルーガンって名前で書いてあったかな。ブルーガン315円でした。まあ300円ですね。ダイソーに売ってるんですよ。700円のハイパータイプもある。スカイジャージ。今、スカイはトレンドらしいですからね。ハンダコテよりもだいぶ扱いやすいですね。温度も低いんじゃないかな、あれよりは。そう、ほっとけから買いました。途中ダイソーがあるの知ってたから。350円、いや、そうかもしれないですね。ゴーデン。まあ、何度も使ってないんですよね。よし。大量生の、へぇあとこれ、ウェブカメラの防水なんかにも、ちゃんと使いこなせればできるらしいですけどね。内部30個分。今どうなってるかわかりますかね、これで。旅先、そうそう。ただこれ、今日これ使うだけで多分もう今後使わないんですよ。まあ400円出したのはまだいいとして、これがこの後荷物の中で、この尖ってるところとかが突き出してるかと思うと嫌ですね。クルーガン。で、今これまだ開封してない、パステル色のブルーシートを下に敷いてます。何ができるかっていうと、ウェブカメラのマウントです。ブルーガン。あ、そうそう、むちゃくちゃ息引きますね。多分今日私はこう、雲の層を払う感じの
アクション散々やりますから、その様子をお楽しみください。そろそろ出るかな。と言ってもウェブカメラで、そう、不器用ですよ。ウェブカメラに見えるようにやるのは難しいな。こう、この角度かな。レジャーシート。あ、レジャーシートも100円です。もう一個。あ、出た出た。やっぱり。ちょっとなんか溶け方が足りんな、これ。パスタみたいに出てきた。うわぁ。よし。もうとにかく間に詰めりゃいいんだから。間詰めりゃいいんだから。ほら。ほら。思いっきり汚い仕上がりになってますね。汚ねー。汚いですね。間にとにかく詰めりゃいいんだから。で、もう一本使い切り始めてるな。いや、やらない。とにかくこうやって、こう、なすくりつけて、間に詰めりゃいいんだ。で、色はですね、透明と白とこの茶色しかないんですよ。カメラ台作成中、そうです。で、このサイドにもこう流し込んで、そう、で、こう、さっき、グルーガン。人によっちゃですね、マルさんっていう人がツイッターでやってるの見たら、すんげえ仕上がり綺麗で、うわ、こんな綺麗できるのかと思ったんですけどね。人によるんだな。よし。透明は透明でなんか目立つんですよ、結構。青白いなんか、スライムみたいな色に見えるんで。ご視聴ありがとうございます。ほら。納豆みたい。なんていうか、スパイダーマンって感じじゃないですか。スパイダーマン。で、あと裏側からもこれをなすくりつけて、間を埋めてしまえばなんとか固定できるはずです。素手でできるんですか、これ。いいよ。いやー、来たねー。どうですかね、これで。いや、素人もいいとこですよ。ピント合わないな、これ。超見素晴らしい。脱脂もそうですね。普通こういうのって接着とか固定するときって脱脂しますよね。おぉ、ぬくい、まだぬくい。とにかくもうごたごたになってないから、とにかく流し込んでしまおう。できる限り。あ、もう切れた。切れる。あ、間に合いました。ここはすごいですよ。こんな待遇されるとなんか、大丈夫かなと、ネットでこんなこと公開していいのかなと思うぐらいに、そう、白神さんっての実は一覧カメラの入り口です。よし、優勝、ほんとすごかったですよ。ピントなんか合わなかったですね。じゃあ、ここにこうやって、グルースティックの上に置いて、できたかな。できたはずです。すごいですよね。ウェインさんはそうですね、9時からやるので、もし気が向いたら来てみませんかっていう話はしたんですけどね。でも顔は出ますからって、念をしたせいで多分来られないんだな。うん。この人、壊れますよ。よし。うん、忙しい。さて、点数つけるなら、50点。飲食。そう、なんでこの自転車乗りだけこのライドハウスを使わせてもらえるのか不思議なんですよね。あ、ツイッターで。よし。これで固定できたかな。しかしね、黒串温泉はですね、行くとしたら明後日かな。明日はこの付近、できればこの宿に連泊しようと思ってるんですよ。ライドハウスとしてではなくて、明日は普通に8400円払って泊まったらいいかなと思ってるんですよね。なんか人力だからって何か書いてありますかね。あ、着替え持ってきてますよ。今日は選択したのは、まあ、今のうちにできるだけ、洗ってある状態のものを維持しておくためです。
これだと野宿2回やってもまだ耐えられる。ただ明日はこの調子で雨降られると本当にやばいな。でこうすればここにウェブカメラが、これウェブカメラの専用の台なんで、スラッシュ読みます？スラッシュ読むな、本当だ。あ、それあれだ、この iPhone で読み上げてるからですよ。自転車だけですよね。珍しい、初めて見ました、このタイプのライダーハウス。自転車乗りだけ優遇っていうのは。そうか、スラッシュは読むんだ、iPhone のやつは、2個目子は。よし。あ、一応、VA さんは多分別の部屋のどこなんだろうな。うん。全国で、あ、その親切されてとかなんか。明日、そうですね。聞けたら聞きます。ただ、ご主人は見てないんですよ。なんか宿のおかみさんなのか、おかみさんなのか、大おかみさんなのか、のお二人しか見てないんですよね。ここだからどうなんですかね。完成です。よし。うん。まあ、そこそこ。この背の白さがさっきから結構突っ込み受けてますね。これ今日焼けたわけじゃないですよ。まだ何日、この夏になって何日くらいかな。そんなに走ってないですけどね。いっぺんものすごい焼けた日があって。とりあえずこれで完成。ん？あ、弘前。山の向こうですね、ここから見ると。よし。うん。富士みたい。あ、手のひらだけだと。トムとジェリーのメイドさんのイメージだな。トムとジェリーに出てくる黒人メイドさんのイメージ。プロゴルファー、骨髄。またこんな誰もわからんネタを。何回ゴルフ？いや、ゴルフだったら、こっちだけがこうなってるんですよ。右手は、ゴルフ焼けだったら、全部焼けてるんですかね、右手の方は。左手だけグローブして、左手は添えるやつ、添える左手ですよね。あ、そう、バンビティはですね、さっきから結構バンビティの要望があるんですけど、そう。うん、知らない人ですね。これは、あ、金魚のやつも僕は聞こえることないですね、うん、はい。太ももも、そうですね、足首のところがシャレならない状態になってます。あ、結構熱いな。よし、じゃあこれでもうできたんで、残り時間10分か。じゃあ飲み物でも買ってきますかね。バンビ、ジャミラ。ジャミラは確か、これか。これですね、ジャミラは。おしるこ。まあ、とりあえずなんか買ってきます。いや、次はくないです。今日はもう早く寝とこう。明日どうするか、早く起きないとな。いろいろ。よいしょ。あ、ちょっと記録行くのは、読み入れながらちょっと行けないんで、すぐ戻りますから、すぐ戻りますから。明日雨なんですよね。よいしやっぱり青森だからっていう偏見によってリンゴ買ってきました。全然青森さんじゃないと思いますけどね。とりあえず乾杯しておりますかね。原材料はどっからとか書いてないよな。あ、そうか、アルコールは、そうか、酎ハイは確かなかったんですよね。ビールしかなかったはず。リンゴ果汁入り 30%、 原材料名リンゴ、
販売者がコカ・コーラの東京都港区って書いてある。これだけか。どこさんって書いてないですね。はいか。くう。下手したら外国、そうかもしれないですね。よいしょ。ん？今ちょっと待った。カキピーって言うんで、コケラピーって言うんだな。コケラ？コケラ落としのコケラですか？これ。うん。もう少しですかね。まあでもとりあえずいただきます。くう。結構なんか大変上がってたけど、やたらうまい。ちなみに食事は、食べ物はもうちょっと今日腹に入れるとやばいです。さっき食事中に、一旦苦しくなって横になったらもう寝ちゃって、で1時間ぐらい寝た後また目覚まして続きを食べて、2時間半ぐらいかけて夕ご飯食べたんですよ。だってご飯が、これに大盛りだったから、ご飯が最初にご飯だけ持ってきてもらったんですけど、これのですね、これの蓋開けると、この蓋の中までみっしり詰まった状態でした。これで、そう、残して残飯作るのもなんかライダーハウス利用させてもらってる以上申し訳ないなと思って食べました。さ、途中の1時間眠ったら結構入りましたね。でももうこれ以上食ったら体に悪そうです。のぞく配信メインか。のぞく配信だったら今日本一周の菅さんは今日もやってましたよね。2号3号そんぐらいあるかもしれない。本当になんか、あと最初ですね、特に説明なくて、このご飯と醤油だけが、それだけ最初持ってきてもらって、それから20分の間がいたんですよ。なのでもしかしてこのご飯の中に、見る限り真っ白のご飯しか入ってないけど、中に何かおかず入ってるのかなと思って、で、橋もまだ持ってきてもらって、